皆さんこんにちは、ペソでございます。ポポロクロス物語14回目ですね。やっていきたいと思います。さあトロッコ乗りますよ。乗ってゴドリフへもう一度帰っていきます。はい、よいしょよいしょよいしょ。なかなかね楽しかった。はい、ではカジヤさんどこだ。中で飲んだくれてた人ですよね、おそらく。ここの中で、設計図ねえ、おお、さすが。時間がかかりそうなんで。はい、ということなんでね、ちょっとどうしようかな。ねえ、どっかでちょっとレベル上げでもしましょうか。でから泊まるのもね、悪くはないですよね。お金ないからね、今日は。はい、この辺で。はい、来た。ダッシュ切り。ヒートブレイズを覚えましたね。お、白木さんレベルが上がったよ。そうですね、パーセラからちょっとパーセラの近所でレベル上げしましょうか。せっかくだったらね、これでワープしてパーセラ行きましょう。もっとこっちじゃないよ。ん？違う。もう一個下やったね。ここね。
とりあえず魔法をね。ホーリーバースト。おお、電撃か。結構でかいね。ガードか。危ない危ない。機械とお金入らんかったな。よし。でこの辺で、あー、トレジャーまず1個目、森の指輪。ああ、これいいですね。魔法と防御力めちゃめちゃ上がりますよ。で、おっと、忍者シュート。ヒートプレイズ。ああ、攻撃パラメーターアップさせるんですね。じゃあ必殺技をいきましょう。ジャンプ切り。ジャンプ切り。届かんからね、セイントアークいっておきましょう。セイント、海洋生物なんでね、雷が結構大事なんかもしれないけどね。やっぱりね、普通はダメなんですけどね。忍者シュート。おお、危ない。白木さんも食らうんだ。危ない危ない。ナルシアだったら大丈夫ですね。ヒールオーダー。怒りがこもってたね今。緑の光。さあどこにあるかなと。あ、やったやった。ホーリーバースト。なかなかね、必殺技が上がってくれないんで。ジャンプ切り。とりあえず片方ずついきましょう。体力がね、体力値でかいですよね。ホーリーバースト。
ャンプ切り。不思議な水ね。ミンダシュート。オッケー。さあどうでしょうね。514か。これがね、一度ちょっとここでセーブ してから向かうことにしましょう。もちろん記録もね。であとね、気になったのはガミガミタウンにねあれがなかったかなっていうのが、あの竜の像が。ちょっと気にはなるんですけどね。5ドルね。はい、ではスクリューを取りに行きましょう。あれ、あー、そっか、ここの宿屋じゃないとあかんのか。じゃあもうちょっと貯めてから行きましょうか。もったいないですからね。名黒さん、ではもう1、2回ぐらい戦闘してから。あー、行かなかったね。あとはね、パーセラーの方に下る道ですよね。そっちもちょっと一回行ってみるのも面白いかなとは思うんですけどね。おお、痛い。あー、必殺技行こう。風の刃。ヒールレインが5になりましたね。
確かこっちの方から、うん、降りてけますね。お？この曲は。バックして、風の刃使いましょう。風の刃。うん。で白機関こっちで。ジャンプ切り近いけどね、ジャンプ切り。お、白木さん上がりましたね。そう、この鉄道がね、さっきありましたよね。おお、マジで。たらですね、この戦闘ちょっと終わったぐらいで今回ちょっと、まあ、2回連続早めで申し訳ないんですけどね、終了させていただこうと思います。風の刃。おうおうおお、タコ殴りや。はい、それではですね、今回ここで終了となります。ご視聴ありがとうございました。続きは次回でございます。宿屋でね、一泊するとちょっとイベント起こるみたいですんでね、それでプロペラを作ってもらうという形になります。それではさよなら。